グレゴリオ・ヘス・スペティットは、ベネズエラ・ミランダ州、ランデル市オ奥マレ・デルトイ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2001年1月17日に、オークランドアスレチックスと契約して、プロ入り。2003年、参カのルーキー級アリゾナリーグアスレチックスで、プロデビュー。32試合に出場して打率。265、12打点、3盗塁を記録した。 2004年は A-9 バンクーバーカナディアンズでプレーし、68試合に出場して打率、256、4本塁打、35打点、3盗塁を記録した。2005年は A 級ケーンカウンティクーガーズでプレーし、87試合に出場して打率、289、9本塁打、33打点、8盗塁を記録した。2006年は、 A 級ストックトンポーツでプレーし、137試合に出場して打率。256、8本塁打、63打点、22盗塁を記録した。2007年は A 級ミッドランドロックハウンズでプレーし、66試合に出場して打率。306、4本塁打、31打点、9盗塁を記録した。6月21日に、 トリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ昇格。67試合に出場して打率。277、日本類が28打点、1盗塁を記録した。オフの11月20日に、アスレチックスとメジャー契約を結び、40人枠入り、した。2008年2月19日に、アスレチックスと1年契約に合意。三月十四日に、トリプル A 級サクラメントへ配属され、 開幕を迎えた。5月16日にメジャーへ昇格し、18日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。8番二塁手で先発起用され、3打数に安打1四球1三振だった。主に守備固めとして10試合に出場していたが、6月20日にドニー・マーフィーが故障者リストから復帰したため、トリプル A 級サクラメントへ降格した。7月5日に、 ボビー・クロスビーが故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格。2試合に出場したが7月18日にクロスビーが復帰したためトリプル A 級サクラメントへ降格した。8月1日に再昇格し2試合に出場したが8月6日にトリプル A 級サクラメントへ降格した。この年メジャーでは14試合に出場して打率348を記録した。 2009年2月18日にアスレチックスと1年契約に合意。3月29日にトリプル A 級サクラメントへ配属され、開幕を迎えた。5月1日にエリック・チャベスが故障者リスト入りしたため、メジャーへ昇格。7試合に出場したが、5月9日にトリプル A 級サクラメントへ降格した。5月30日にトラビス・バックが故障者リスト入りしたため、 メジャーへ再昇格。4試合に出場したが、11打数に安打と結果を残せず、6月9日にトリプル A 級サクラメントへ降格した。その後メジャーへ昇格しないままシーズンを終えた。この年メジャーでは11試合に出場して打率、226、1打点を記録した。2010年2月1日に DF となり、11日に40人枠を外れる形で、 トリプル A 級サクラメントへ降格した。2010年3月24日にエドワー・ラミレスとのトレードでテキサス・レンジャーズへ移籍した。この年は参加のトリプル A 級オクラホマシティレッドホークスでプレイし130試合に出場して打率251、7本塁打、53打点、12盗塁を記録した。オフの11月6日に FA となった。 12月3日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだが2011年2月16日に放出された。この年は右足の全十字人体を手術したため無所属のままシーズンを終えた。2012年1月20日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結んだ。この年は参加のトリプル A 級コロンバスクリッパーズでプレイし111試合に 出場して打率、260、10本類四45打点、1盗塁を記録した。オフの11月3日に FA となった。2012年12月12日にパドレスとマイナー契約を結んだ。2013年は参加の AA、A、級通ンパドレスでプレーし、134試合に出場して打率、292、4本類六61打点、 5投類を記録した。オフの11月5日に FA となった。2014年1月14日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級オクラホマシティで開幕を迎え85試合に出場。打率297、10本塁打、43打点、1投類を記録した。7月にはパシフィックコーストリーグのオールスターチームに選出された。 7月25日にアストロズとメジャー契約を結び、同日のマヤミマーリンズ戦で5年ぶりのメジャー出場を果たした。8月1日のトロントブルージェイズ戦では、8回裏にアーロン・ループから決勝打となるメジャー初本塁打を放った。この年メジャーでは37試合に出場して打率27、278、に本塁打、9打点を記録した。 オフの12月16日にディーフとなり、22日にトリプル a 級フレズのグリズリーズへ降格した。2015年4月1日、金銭トレードによりニューヨークヤンキースへ移籍した。7月25日にディーフとなった。オフの10月15日に FA となった。11月には第1回 WBSC プレミア12にベネズエラ代表として出場。 2015年12月22日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。2016年の開幕は参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズで迎えたが5月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーではユーティリティとしてチャンスを得て89試合に出場。打撃では打率245日本塁が17打点。 一盗塁という成績を記録。本塁打を放ったのは2シーズンぶり。盗塁を決めたのはメジャー初だった。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2017年1月22日にブルージェイズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。トリプル A 級バッファローバイソンズに配属され、メジャー昇格がないま11月6日に、 FA となった。2017年12月8日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。2018年の開幕は、参加の AAA 級ロチェスターレッドウィングスで迎え、5月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月12日にマットベライルの加入により、ィーフとなり、14日にマイナー契約で AAA 級ロチェスターへ配属された。 9月3日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年メジャーでは26試合に出場して打率246、3打点、3盗塁を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月11日に40人枠外となって AAA 級ロチェスターへ配属され16日に FA となった。2018年12月21日に フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年3月21日に FA となった。2020年よりヒューストン・アストロズ3回 AA 級コーパス・クリスティ・フックスの監督に就任した。ありがとうございます。